格がなんと1900円というワークマン、ちょっとワンサイズなんかちっちゃい気するんですけど、ほぼアルパインライトパンツちゃうかと。はい、本日はですね、ワークマンから出ております人気のパンツについてご紹介していきたいなと思います。ということで、こちらですね、あのノースフェイスにそっくり、僕が今履いてるノースフェイスのパンツにそっくりのパンツがワークマンから実は去年から出てたらしいんですよ。おい出てたんかいということで、先日か先月ぐらいに展示会行きましたね。その展示会でもこれがバンと置いてあったわけなんですよ。で、まずすごいんがね、これ値段見てください。価格がなんと1900円ということで、僕が今履いてるアルパインライトパンツの、まあ、これが1万5000円ぐらいなんで、まあ10分の1とは言わんけども、かなりコスパはいいんやけど、見た目とかも似てるんですよ。やけど値段結構ちゃうから、やっぱ違うとこもあるんじゃないかっていうことでね、いろいろ見ていきたいなと思います。で、僕のイメージとしては、この今履いてるアルパインライトパンツの介護感っていうイメージなんですよ。で、いつもこの時ワークマンさんのことをディスっててね、お前よ展示会呼ばれてんなって話なんやけど、僕もいつも不思議です。なんでこんなにちゃんと正直にいつも言ってんのに、正直に言ってるって、これも正しい言わんかちょっと分からんけども、言ってんのにワークマンさんがね、あの新作来てくださいって言っていただけるかどうか、ちょっとはっきり言って僕は分かりませんけども、呼んでいただいたらまた次も行きたいなと思いますので、よろしくお願いします。はい、そんなことは関係ないんですけども、一回これ履いてみたいなと思います。僕今履いてるのがノースフェイスのアルパインライトパンツの L サイズを着用してるんですけども、ワークマンさんのね、パンツエアロストレッチクライミングパンツの L サイズを着用したいなと思います。なんか履いた感じはね、ちょっとちっちゃいかなっていう感じで、あのワークマンって基本的に僕いつも L サイズで全部、普通は買うんですけど、ワークマン買う時だけ LL なんですよ、上とかもね。だから下もほんまは今回 L で買ったけども、 LL で買った方がなんか日本の L サイズぐらいなんかなってことで、ワークマンちょっとワンサイズなんかちっちゃい気するんですけど、そんな感じでね、履いてみました。いかがでしょうか。シルエットとかも結構似てますよね。ノースフェイスのこのアルパインライトパンツ、アルパインは山ですよね。山を登ってるのがアルパインって言います。こっちクライミングの方やから、まあ、似てるっちゃ似てるんで、クライミングってね、こう崖とか登っていくから足が開くっていうことなんやけども、まあまあ確かに足開きますね。突っ張る感じはないから動きやすさもあるでしょうと。まあ、ただサイズ的にはやっぱワンサイズ上の方がいいとは思います。で、僕の場合ね、ウエストは全然いけないけど、太ももがこれパツパツなんですよ。もう一回これ、あの礼服のねパンツがね、あの太もも入らんくなってね、嫁のじいちゃんの葬式の時ね、ついこの間ね、やばいパンツないパンツない言うてね、青山に走った記憶があるんですけどもね、それが原因なのかちょっとわからんけども、ちょっとちっちゃいような気はせんでもない。で、まあどうですかね、まあ、そっくりな感じだと思うんですよ。で、まあワークマンのこのロゴかな、フィールドコアっていうロゴがあったりだとか、あとここにワークマンの、ロゴが入ってたりするんですけども、まあ、見た感じは細めのシルエットの感じです。で、機能のね違いとしてはね、そこまでないんですよね。っていうのもね、ストレッチ的に考えても、このノースフェイスのストレッチの方がナイロンが 92% でポリウレタンが 8% なんですよ。で、今回のやつがポリエステルが 90% でウレタンが 10% で、まあ、要はこのウレタンが入ってる配合によってね、こう伸びる伸びひんっていうのがあったりするんで、まあ、伸びる率的にはそこまで変わらへんかなと思います。膝とか曲げててこう突っ張る感じとかもないんで、履き心地にはそんな違いないんちゃうかなと思います。ただ若干このワークマンのやつの方が薄いかな、ちょっと薄さがあるというか、もともと薄く作ってんのかな、ちょっと測ってみましょうか。まずこのノースフェイスの方から見ましょうか。すいません、これペンキ飛んでんの、最近オフィス DIY してたからペンキ飛んでますけどもね、気にせず測っていきましょう。この一番薄いところをね測っていきたいなと思いますけども、 0.526mm ということなんで、これをベースに考えていただいて、ワークマンの方はこちら、ワークマンの方 0.371 なんで 0.2mm ぐらい、薄い感じですね。でね、洋服においてね 0.2mm ってね、いやそんな違わへんやんけって思うかもしれんけども、結構やっぱ違うんですよ。だからイメージ的にはこのワークマンのは春、まあ、ゴールデンウィークぐらいから夏とかいいかもしれないですけど、あの1年中履けるようなパンツではない、生地の厚さ的にね。まあそれがね分かるかなと思います。で、履き心地に関してはね、あのそんなに特にほんまに違いないんですよ。別にワークマンにね、あの新作の招待もらってるからそのこと言ってるってわけじゃないですよ。やけども、別に履き心地に関しては、まあそんなにポリウレタン入ってるから伸びてるなぐらいな感じなんで、そんなに違いもないと思いますし、あと縫製の方もね、そんな違いないんですよ。こういうね立体裁断って言ってね、膝のところがねポコってなってるんですよ、これとかね。で、このポコってなってんのって、これなんでポコってなってんのっていうと、人間のね動き的にもこう動きますよね。じゃあ逆に曲がるっていう人いてます？いてないですよね。多分こう曲がると思うんですけど、やっぱこういう風に曲がるように、ノースフェイスの方がね、アルパインライトパンツってノースフェイスの中でもちょっと値段高めなんですよ。他とかやったら1万ちょっとぐらいのもあるんやけど、このアルパインは1万5000円ぐらいするんですけど、なんでなんかっていうと、こういった立体裁断とかで研究重ねられてるというか、こう何回も試作されてるんで、その分が値段上がってるっていうところなんですけども、このワークマンの方もここですね、こういう感じでこう立体的な裁断がね、実はワークマンの方にされてるんですよ。で、1900円でされてんのって言ったらね、それはみんなびっくりするじゃないですか。だから僕展示会で言ったんですよ。なんか奴隷労働させてませんかって、ワークマンさんって縫製工場でなんかすごい奴隷の扱ったような感じで縫製とかさせてませんって言ったら、いやそんなんしませんよって言ってたけども、1900円でやってんじゃいます？もしかしたらなんかすごい飯食わさんと24時間
働かしたりしてるんちゃうかなって思うぐらいの、ね、価格になってるんですけども、そういった仕様になってます。ただ僕個人的に言うと、このベルトループとかっていうのってあんまこういうスポーツパンツにベルトループって僕個人的にいらないんですよ。だからちょっとこれおじさんっぽくないって思ったりはするんですけども、その辺は皆さんいかがでしょうかということでね、いろいろ見て総括していきたいなと思うんですけど、まずおすすめの人って言ったら、このワークマンのパンツね、コスパ的にはもう間違いないと思うんですよ。1900円でね。でいろいろ機能性もあります。例えば UV カットがあったりだとか、ストレッチがあったりとか、あとこう股がね180度開くとか、まあいろんなことあるんですけども、僕はいつも思うのってね、洋服に UV カットっているって思うんですよ。だってこれサングラスだったらわかるけども、服に UV カットっていんのっていつも気にはなるんですけども、まあないよりかはあった方がいいっていう人もいてるかもしれんから、まあこういった機能があるというところは素晴らしくて、1900円ねすごいかなと思うんですけど、たださっきも言ったみたいにやっぱ生地が結構薄いので、ほんまに夏とかで、長ズボン履くってなった時には結構薄くて使いやすいと思うんですよ。むしろアルパインライトパンツって夏場履こうと思ったら暑いんですよね。さすがに夏にアルパインライト履けませんでっていう方なんかは、こっちの方がいいと思うんですけど、年中履きたいってなってきたりしたら、やっぱアルパインライトぐらいの 0.2 ミリの差ね、生地の厚さってそんな違いますかっていうけども、一回履いてみてください。全然ちゃうから、まあ、逆に言うとアルパインライトパンツは夏は暑いし冬はちょっと寒いっていうところあったりするんですけどもね、まあ時期的にはそういうのがいいんちゃうかなと思いますが、ただワークマンがお好きな方には本当にデメリットとして申し訳ないんですけども、こういうデザインが嫌っていう方もいらっしゃいますよね。こういうロゴちょっとなくしてほしいなと、このロゴなかったらいいのにってなってくるけど、そうやったらワークマンちゃうやないかいと。そこをこのロゴがあって初めてワークマンのに、このロゴなくしてくださいとかね、このフィールドコアいらないですとか言い出したらね、ワークマンさん泣くと思いますけども、まあ、その辺がね、人によったらいらんっていう人もいてるかもしれないんですけども、まあ、これがなければほぼアルパインライトパンツちゃうかと思ったりはしますけどもね、まあ、その辺が、違いになってくるかなと思います。だから正直今までって、安かろう悪かろうじゃないですか。だから、まあ、微妙なまったりしたと思うんですけど、まあ、このねパンツに関して言うならば1900円以上の価値はあるやろうなとは思いますけども、まあ、アウターとかでねたまにこれちょっとひどいでってやつもあったりしますけどもね、まあこれに関してはすごいできてはないかなというふうに個人的にはね思っております。まあ、誰偉そうにお前に喋ってるなんて感じないけども、ただこの裏のねやつ、このボクサーパンツ仕様のやつ、これどう、ちょっといただけん人もいてる、ちょっとわからんけどもね、まあこんな感じがねワークマンのパンツ、今まで分析してくれてる僕のチームのスタッフからね、このパンツはちょっと比較レビュー出した方がいいよって言われたんですよ。ずっともう前から言われとって、展示会行った時もあこれかと思ってたし、発売されてからもすぐ買いに行ってね動画も作ったけども、1900円にしては非常にすごいなと思いますけども、じゃあ欲しいかって言われたら僕は別に欲しくないと。で、無地やったら欲しいと思う方もいらっしゃるかもしれないですし、どんな方やったらじゃあおすすめなんかっていうと、やっぱりこういうちょっと細いスポーツパンツというか、スポーツとかで履けそうなパンツが欲しいなとか、動きやすいパンツ欲しいなっていう方なんかにはね、非常にコスパもいいしいいんじゃないかなということになっておりました。まあ基本的に洗濯とかも全然普通に問題なく洗濯機に回して洗濯することもできるので、薄いってことを考えると旅行先もいいかもね。旅行先の部屋着として使うとか、そういう使い方もできるし、これぐらいこうやってちっちゃくくるくるしたらちっちゃくなるので、持ち運びもいいし、ポリ90あるから多分乾きも早いと思うんですよ。結構万能やと思いますけども、まあそういったことでね、あメイドインミャンマーって書いてましたね、まあまあまあミャンマーのところで、まあ、奴隷労働させることはないと思いますけどもね、ないでしょう、そんなことはないと思いますけども、素晴らしい商品やったじゃないかなと思いますけども、そういったことで今回アルパインライトパンツとワークマン版のアルパインライトパンツ、正式名称がエアロストレッチクライミングパンツを比較してみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。